2017年5月に行われた航空自衛隊美保基地の航空祭。今年は長らく運用された戦後初の国産輸送機 YS-11 の引退と最新鋭輸送機 C-2 の初デビューが重なった記念すべき年である。この作品では美保基地への密着取材により C-1、C-2、YS-11、T-400 の航空祭での飛行展示の模様、さらには第3輸送航空隊の隊員へのインタビューも合わせて収録。航空自衛隊美保基地の機体と部隊について知ることができる。